粉です。メンバーあるある、なんか塗りすぎ気がある。シェーリング、シェーリングって言うんですけど、塗りすぎ気、なんだろう、いやそれ塗りすぎでしょみたいな感じの量を塗っちゃう時期がある。私も塗りすぎ気あった。こんばんは、みりんが10時45分をお知らせします。盛りすぎじゃなくて塗りすぎです。いっぱい塗っちゃう、あんまり塗っちゃうとね、デーモンさんみたいになっちゃうそうなの、影がつきすぎて。私すごいリップの塗り方もすごい雑いっていうか、なんか私顔を動かす、あ、私なんて言った、違えた、20時って言いたかった。20時45分はお知らせします。着替えちゃった。今日はですね、移動中にネットショッピングをしてました。ワンピースを4着、あとちょっとカード入力するだけシェーリングとハイライトは大事、大事だよね、大事。ハイライトはずっとキャンメイクのやつ使ってたんだけど、ちょっと割れちゃったので、女子は分かると思う、割れちゃった、なんか粉々になっちゃうんだよね、落としたりとかして。なのでちょっと新しいのを買いに行こうかなっていう感じです。だから最近使ってないの、チークも割っちゃって、だから最近はリップでつけてます、色。今日のちょっとチークついてるけど、今日のもリップで色つけてます。うん、なあちゃんにタンプレ渡した。そうなの、私ね、会えるって聞いたのが結構直前だったので、そうなんです、だからちょっと買いに行く時間がなかったです。結構最近ね、ギリギリのことが多いので、直前まで自分がこの日何をしているか、このお仕事は果たしてね、この時期なので、なんかそうなんです、この時期なのでね、やっぱりなしでみたいなのとかが結構あるのでね、わかんないんですよ、うん、そうなんですね。ストリート火災という噂だから、ネットの噂信じちゃダメだって。そうやってなんか一人歩きするでしょ、よくわかんないっていうか、そうやって本当じゃないことが、だいたいネットの噂はね、デマですってなんかすごいこの世界に入って思ったのが、よく火のないところに煙は立たないって言うじゃないですか。でもなんか火のないところにも煙は立ってるってか立つ、うん、なんか立つ
すっていうか立たせる人がいるかな。想像でこいつはこうだみたいな感じのを本当みたいに書いちゃう人が、あ、でも大体なので、まあなんだろうな、噂ってなんだろうね、うん、まあ私が言ったことを直接聞く人と、それをネットにそのままネットに書いてそれを知る人とかもいると思うけど、まあその場合は本当ですけどね、この場合は真実ですけど、うん、何か発信するまで待つね、ありがとう。でもなんかこれはメールでも言ってるし昨日、うん、なんか大体ねメールで言ってる今日これしたよとかなんかメールで言ってるから、この前注射をしてきました、インフルエンザの予防接種をしてきました。一人で行ったんですけど、私予防接種があるって知らなくって、マネージャーさんからそう予防接種この日にしてありますとかしてくださいじゃなくって、この日になんちゃらがあります、なので予防接種の後とかになんちゃらかんちゃらでいいですかみたいな感じで、予防接種の後なんですかそれみたいなで、あ何日にあるんですよみたいな、知らないよ知らない、私は知らないけどそんなことっていう、なんか間接的に知ったっていうか、まあ結局は教えてくれたけどマネージャーさんがありますって、そうなんか違うお仕事の話の時になんかありますって言われて、ありますっていうかなんかさらっとなんか注射の後になんちゃらとか注射の前になんちゃらみたいな、秘密、全然秘密とかじゃないよ。あ、なんだろう、また連絡来てる、明日のことだ、うん、なんだろう、また終わったら返信しますマネージャーさん、うん、左腕にしてきました。行って右と左、右利き左利きって言われて、あ右利きで、じゃあ左にしようねーって。じゃあ腕出してねーって言って腕出して。そう。なんか私なんか注射苦手な人、注射苦手な人じゃなくても苦手な人も。最初の消毒が本当に本当に世界一嫌な消毒なんかこのご時世特に消毒とかねしないといけないけど、みたいな、消毒しないといけないけど、左利きだけど左利きって言わなかったか、あでも別に結局どっちにしてもいいけど、まあなんか右いっぱい使うから左にしてあげるみたいな配慮なんじゃないですか、看護師さんの、別にねどっちでも、
基本利き腕じゃない方とかだよね。献血は、そう献血行かなきゃ、そろそろ。もう全然行ってない、半年ぐらい行ってない。献血カードあるよ、ここに。表面は見せていいんだよね、確か。裏面も別に見せて、あ、でも個人番号とか書いてるのか。献血カード、私の献血カード、行かないかな。最後に行った、最後の行ったなっていうか、まだ1回しか行ってないけど、6月以来まだ行ってないから、行かなきゃ。献血はなんか血管が太い方、どっちだったっけ、こっちかな、にしてもらった。あ、持ってるよ、すごい、みんな持ってるの、素敵素敵。6月ならそろそろ、いやもうそろそろとかじゃなくて全然できるんですよ、全然できるんだよね。そう、だから行かなきゃ。ね、また不要な普及は、不要な、不要、不要、普及、うん、普及不要な、うん外出はでね、ちょっとまた言われちゃうから、またね、献血行く人少なくなっちゃうから、こういう時に、そう、不要不急、そうそう、不要不急、献血は不要不急な外出にならないみたいですよ、はい、なのでぜひぜひ、別に献血ガールとかじゃないけど、私ぜひぜひ、みんなで血を分けましょう。勝手に献血がある、うん、あ、今泉ちゃんが言ってた、すごい。私なんてもう23になって勇気を振り絞っていったのに、すごい。でもね、クリスマスになってきましたね。クリスマスになってきましたね。嬉しいな。てか11月ももう後半なんだ。全然ね、後半なんだ。やばい、何がやばいのかわかんないけど、やばい。11月後半どうしよう。あれ、今日って19日、あ、あー、そっか、明日か、明日20日か。明日からドライブが始まりますね。9時になった。9時になった。なんかこの時間家にいるって嬉しいな。なんかこの時間ね、あ、県民食ゆきりんさん出るんだ。ドライブ頑張、ありがとうございます。うん、風、今日風強いよね。今日暖かいし風強い。あ、あって。ねえ、私もね、山口でね、出れたらいい。あ、東京も風強かった。本当に、じゃあ、あれだね。今日はみんな風強かったのか。あ、半袖でもいい感じでした。ねえ。今日暖かかった、ポカポカしたよね。ちょっと暑かったぐらいだった。ご飯食べた、今日ね、夜ご飯じゃなくて昼ご飯をね、ちょっと遅い時間にモリモリ食べちゃったのでお腹空いてないんですよ。ご
このいい感じに睡魔が訪れてくれて、なんか寝れたらいいなって思ってます。お、26日連続配信ありがとうございます。もうすぐドリミネーションね。ドリミネーションだね。なんだかんだ私あんまりドリミネーション行ったことないんだよね。あるのかな、この5年間広島に住んでて。なんか車で通ったとかはめちゃくちゃあるけど、ドリミネーション行かなかったの。行く相手がなんか一人で見に行くのもいいけど、やっぱり誰かと行きたいって言いながら毎年終わって行った。結局そう、なんか毎年私12月って広島にいないんですよね。そういえばそうなんです。だからそう、毎年結局見に行けないみたいなので終わってた気がする。あ、ドリミネーションっていうのは広島の平和大通りって、ちょっと大きい通りがあるんですけど、平和大通りだよね、うん、なんか通りが全部イルミネーションになってるところがあって、うん、広島のすごい有名なイルミネーションの場所なんですね。今年は行けそうだな。どうだろう、行けるのかな。あ、うん、うん、まあ毎年よりかはいけるのかなって思うけど、うん、感じかな。あ、なんでもない、なんでもめちゃくちゃなんでもない、超個人的な私の思い出し、うん、そっか、うーん、明日が20か、あ、そっか、うん、ねえ、神戸のルミナリエは行ったことある。あんなに神戸ルミナリエって言ってるのに行ったことないです。すごいね、綺麗なところだよね。何で見たんだっけな、何の番組だっけな、なんかの番組でカップルが、何の番組なんだろう、何の番組なんだろう、なんかの番組でカップルが毎年来てる場所かなん、思い出の場所かなんかで行ってて、ここめっちゃ綺麗な場所みたいな感じでずっと見てたら、神戸のルミナリエって言って、あー神戸ルミナリエってなった。うん、だな。イルミネーションは見に行ったこと一回、友達とあそこに行ったな、上の方のおになんか上の方、広島の上の方の芸北なんて言うんだろう、何なんていう場所なんだろうな、めっちゃ綺麗な芸服だよね、芸服、芸服にさある、上の方イルミネーションが、スキー場、スキー場じゃないな、なんて読むのそれは、何北って読むの何、なんて読むの、あ、美北、あ、なんかそんな感じだった気がするな、美北、あ、そんな感じだった気がするなもう5年前ぐらいの話だから、
全然そんな感じだった気がするな。美北なんか、うん、そこだきっと。に行ったぐらいかな。広島に来てイルミネーションを見に行ったって、うん、STU に入って行ってないな。あ、でもなんか毎年東京に行くことが多いので、なんか東京ってめちゃくちゃ大きいイルミネーションいっぱいあるじゃないですか。だからそれをパシャ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 、いろんな、ここがどこかも分かってないけどパシャみたいな、なんかお店あるごとに大きいツリーみたいなのあるじゃないですか、とかパシャパシャって撮ってましたね。クリスマスツリー、あー、上の常盤公園ね、常盤公園も綺麗だよね。お姉ちゃんと弟と見に行った、何年前だ、3年前とかかな。あ、でも去年も行ったかも、うん、山口県の宇部っていう、宇部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 、なんか山口県民は宇部市のことを宇部って言うかも。なんか山口県民は山口市のことを山口っていう、山口県のことを山口っていうけど、山口市のことは山口、山口の友達のところにさ、みたいな感じだな、うん、これ山口あるあるかも。あ、このネタはじゃあ県民賞に取っとこう。いつか県民賞に出た時に、あ、確かに岩国っていう、岩国、山口、宇部、下関。萩、萩、萩、萩かな、長門、うん、徳山、徳山とか言わない、徳山、徳山だね。あとは新山口のことをそう、おごうりって、まあそれはでも昔ながらか、この辺おごうりだし。あ、周南、周南市、あ、周南っていう、周南、山口さんはなんていうの、え、山口さんは山口さんじゃないですか。山口さんとは言わない。だって山口市のことしか山口っていうの。山口県は山口だもん。あ、柳井は柳井かな。柳井は小野田。小野田は小野田。山陽小野田。小野田。小野さん。小野さんは小野田のサンパークのこと。小野さんっていうの誰だっけな、誰かに、誰かに、小野田市に、山陽小野田市にサンパークあるよね、あ、小野さんですかって言ったら、あ、小野さんって言うんだねって言われて、県外の方かな、うん、あ、山口県の道は広い。確かに、なんか山口は、あ、今のは山口は、なので山口県のことなんですけど。山口は、なんか交通整備率がナンバーワンって聞いたこと、結構トップクラスって聞いたことがあります。へーって感じ。うん、確かに、私の通学路結構中学校とか遠かったんですけど、なんかどんどんアスファルトになってったな、うん、
先生も同じ人にした、あ先生っていう、あ先生に言っちゃろみたいな先生に言っちゃうけそれって感じだな。山口は美人が多いのかな。あでも山口は山口ブス伝説っていうのがあってそうなんです、私もこれをテレビで知ったんですけど、山口ブス伝説、山口に昔昔綺麗なお姫様がいて、その綺麗だからなんか蛇かなんかに狙われて、可愛いから命を落とした、だからこの国には、この国、国って昔のまあ国ね、この国にはなんか私みたいに可愛くて苦労する子が生まれませんようにっていうので魔法をかけたっていう山口ブス伝説っていうのがある。そう夜更かしで、そう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 、面白い伝説ね、面白いよね。山口の人は知ってるの、でも私もなんかテレビで知った、そう月曜から夜更かしっていう、そうなんです。でも全然みんな可愛いよね、ひなちゃん、ティコチ、マヤ、かわいい、みんな可愛いよね。ミュウさんとか、下のミュウさんとかね。山口は雪降るの、降るね、まあ場所によるかな、それはどこの県もそうだと思うけど、そうだね、どこもそうかもしれないけど場所によるけど、私の実家のところはそんなに積もらないけど、まあ降るかな。でもめっちゃ積もるっていうのは何年かに一度かな。一回めっちゃ積もった日にあんことわーって雪でなんか遊んだかな。山口はスキー場、私でも山口いる時はあの広島のスキー場に行ってました。メガヒラスキー場に行ってたから、どうなんだ、ないのかな、スキーしてみてね。私自分のスキー板とスキーウェアと一式あるんです。でもそれはもう小学生の頃の話だからもう今着れないんですけど、そう一応スキーできる、ちっちゃい頃よく毎週のように行ってたかな、スキーにパパと。みんな分ある、あでも弟は、弟のマーク、弟は板持ってないかな、まだちっちゃいから。弟はソリお姉ちゃんと私とパパとママはウェアと板を持ってる、スキーのゴーグルとか、そうソリだな。スノボはできない、やったことないな。あと私結構そなんかちっちゃい頃結構体そんなに強くなかったっていうか、結構ねなんかちょくちょくなんかそう学校お休みしないといけなかったりしたので、
なんかスキー行くと大体インフルになって帰ってくるって、なんか別にそれスキー全然関係ないんだけど、大体私は私毎年インフルエンザにかかってるんだけど、かかってたかな、ST 入って一回もかかってないの、うん、なんか毎年そこでもらってインフルになってた。そう、毎年ね、大体 A も B もかかってたよ。なんか B かかって学校行って、で、まあ、休んで元気になって学校行ったら、なんか帰ってきた体調悪くて A になってたみたいな。予防接種はね、ちっちゃい頃から毎年受けてるっていうか、まあ、受けさせられてた、うん、だよね。そう、高校の時もなんだかんだ部活、結構その時期1月2月とかは絶対なっちゃいけないんだけど、コンクールとかあるから。あ、でも 1,2 年はかかってないかな。3年になって後輩のコンクール見に行こうって言った時になったから、うん、で結局見に行けなかった。3年の時でも引退してるので部活は。予防接種してもう毎年なってた。でもなんかもうならもう打たなくていいじゃんって言ってたけど、注射打たなかったらもっと高い熱が出てもっと体調悪くなるところだったんだよって言われてた毎年。インフルになってめちゃくちゃ熱が出て何も食べれないってなったら、私すごい偏食になるっていうか、焼き鳥食べたいって言っておかゆに焼き鳥乗せて食べてたあとなんかマックしか食べれんみたいな感じで言ってマック食べてたり、なんかよくわかんないんだけど食欲はあるなんだろう、食欲ないけど食欲ないけどお腹空いたこれ食べたいじゃなくって、なんか食べなよってなんか食べれるってママに言われて焼き鳥なら食べれる感じ。 ST になって元気になったよ。でもそういう意味では私まだ体調とかで仕事は休んだことないかなね。でもさらちゃんもねゆっくり休んでほしいですね、うん、すごい頑張り屋さんだから。さらちゃんと私あんまりお話できてなかったな。ユニットも違ったし、うん、ね、さらちゃんがいろいろ落ち着いて元気になってね戻ってきたらいっぱいお話できたらいいなって思ってます、ね、ファンの方もきっとゆっくり待ってくれてると思うし、きっとねゆっくり待ちましょうね。本当にそうだよ。なんか一回ねこうファンって全部忘れて、うん、ね、また一緒に頑張れる時がね来たらいいよね。でもみんなね焦らず待ちましょう。いくら活動休止しても卒業しなければ大丈夫。別にそうは思わないけどね、私は、うん、でもな
かきっとなんか休むっていう選択肢も結構勇気がいることだと私は思うんだよね。自分もそうだけど結構勇気がいる。で、あ、もう休もうとかでじゃない、さらちゃんとか特にね。休んで、うん、住んだらどうなるんだろうとかいろいろ考えちゃうかもしれないけど、ね、その決断がでもちゃんとできたっていうか、うん、言い方難しいけど、ね、本当になんか何もかも出遅れになっちゃうっていうよりかは、ね、一回お休みしていろいろ落ち着いてほしいなって思います。ね、なんか今活動してる子たちもきっとみんな元気っていう子ばっかりとは限らないから、なんかね、やっぱりこっちの立場を経験してるとなんかこうギリギリのところで頑張ってたりとか、でもね、そういうのをみんな見せないから、しっかりね、なんかどうかファンの皆さんはメンバーの味方になってくれてると嬉しいなって思います。なんちゃらしなきゃダメなんだよとか、なんちゃらじゃなきゃダメだよとかはね、そう頑張んなきゃ頑張んなきゃってなって負担になっちゃったりするからね、うん、なんか少しでも自分の味方にいてくれる人がいると心強いからね。みんな味方でいましょう。そう、私も皆さんの味方だし、きっと皆さんも私の味方ですよね。し、なんか STU の味方でいてほしいな。この子の味方だから、この子は嫌いとかじゃなくて。ね、そう、知らず知らずのうちにね、なんか難しいよね、言葉って。お仕事終わってみて、お疲れ、お仕事、お仕事お疲れ、明日は金曜日だよ。当たり前だけど金曜日頑張ろう。金曜日の、あ、金曜日からなんだドライブ、ね、うん、頑張りましょう。明日からドライブの総当たり戦開始です。よろしくお願いします。ギルドに入っている皆さん、そして本当にさっきメールでも言ったんだけど、本当に皆さんのチアレターがね、もうめちゃくちゃありがたいありがたいって使わせてもらってます。はい、全然なんか無理はしないでほしいんだけど、うん、すごい嬉しいなって思ってます。ありがとうございます。明日は何をしますか。明日は、あ、なんかさ、今連絡来てたマネージャーさんから。私もなんか明日なんちゃらがあったら後に、なんか後にみたいなところまで見えたから、きっとなんかいろいろあるんだと思います。明日も頑張ります。うん。
ですね。七並べしなきゃ。無理。給料日いつ？みんなの給料日はいつ？私の給料は皆さんの声援ですよ。アイドルですか？アイドル。あ、明日なんだね。なるほど、だから聞いたの。へえ。25日、28日。手取りいくら？なんか私手取りがよくわかんないんだよね。手取りってあれでしょ、なんか家賃を引いてとかってことでしょ。私ちょっとその計算ができないし、うん、ちょっとみんな何言ってるかわかんない、わかんない。15日月末。へえ。違うの？あ、税金を引かれて実際に振り込まれる額。あ、そうなんだ。へえ。へえ、ちょっとわかんないですね。あんまり、そう、私はそういうのじゃなくて皆さんの声援がお給料なので、ちょっとその辺はよくわかんないです、何言ってるか。うん、どうなんですかね。ボーナスがあるんだ。ボーナスは毎年絶対あるの？ボーナスって、うーん、そうだ。うーん、あ、絶対はない。まあいろんなところがあるんですね。へえ、そうなんだ。いろんな世界があるのね。みんな頑張ってる。へえ、そうなんだ。うん、なんだ。にも売り越してたからわかるんじゃない？まあ売り子は多分皆さんのような社員とはきっと違うからなとか言うと、ちょっとなんかリアルな話になっちゃうから、よくわかんない、よくわかんないけど、そう、私アルバイトだから、ね、今までやってたの、そう、売り子とファミレスと居酒屋とイベントスタッフとか、ティッシュ配りとか、チラシ配りとかかな。うん、あともう一個増やそうと思ってた時に STU に入ったから、結局なんか面接行ったけど結局入んなかったっていうのが実は一個ある。そう、私音楽やってたので、そう、ちょっとね、音楽はね、ちょっといろいろね、いろいろかかるんですよ。そう、サックスっていうのはリードっていうのを、なんか震わせて鳴らさないといけなくて、それ
結構消耗品なので、うん、なので それだった。あと楽譜って結構ね値段するんですよね。だからこそなんかそう著作権とかって結構ちゃんとしないといけないのになって思ってる人、楽譜って買うとね、私そう普通にユキチさんとか消えていきますからね、サックスの楽譜とかってそのコンクールで吹くやつとかってちゃんとしたやつは、うん、するよ。ちゃんとした練習曲とかもちゃんとしたお値段がついてるし、だからこそでしょ、だからこそそう、なんかね、違法でとかはなんかダメだよなって思ってる人です。あれ、私45分からしたよね。すごい、もう1万人も見てくれてるの。へえ、ありがとうございます。あーい、すごい、ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。13位、デミタルマンさん、ありがとうございます。12位、三毛猫ファミリーさん、ゆびりマイペースで応援中、ありがとうございます。11位、おいでます元気さん、超華の弓講師、早橋ありがとう、こちらこそありがとう。10位、天下一品いちごスープさん、ありがとうございます。9位、台湾夜嵐さん、ハロー弓子久しぶり、おやすみ久しぶり、ありがとうございます。あ、思い出した、ありがとう。とねんねんに送んなきゃ、ねんねんに後で送るねって出ちゃった。8位、フルフの画像の車、車は新車で導入された警察車の覆面パトカー。へえ、そうなんだ、素敵。あ、今日録画見てて、救急車が中古で10万円で買えるってテレビでやってて、やってたよ、やってたよって全然2ヶ月前ぐらいの録画だけど、ありがとうございます。7位、ヒロさん、ありがとうございます。6位、滝の系しげきさん、ありがとうございます。5位、トリダーさん、ありがとうございます。4位、みずさん、今や献血では乃木坂さんのバスソルトプレゼントのはずね。そうだよね、バスソルトもらわなきゃ、ありがとうございます。3位、コーラさん、チアレター頑張ります、ありがとう。でもなんか頑張りすぎない程度で、余裕なんかたまったらでいいですよ、ありがとうございます。2位、スランプくんさん、26日のお話し会が楽しみです、いっぱいお話しよう、いっぱいお話しよう、ありがとうございます。そして第1位がヤグペコさん、ありがとうございます。今日のラッキーさんは、今日のラッキーってか明日ラッキーな人だけど、ドンドン、すごいいっぱいみんなハートくれてありがとう。はリュウジさん、ありがとうございます。明日いいことがあるでしょう。ああ、それでは素質並びしなきゃ人気のマナー違うね、セリフ、そんなんじゃないよそんなんじゃないよ。それでは七並びしてきます。私は最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい、バイバーイ、おやすみ。